皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はシーチキンと塩昆布を使って簡単な炊き込みご飯を作ってみたいと思います。用意するものはシーチキンマイルドと塩昆布と白米とお水です。では早速作っていきます。シーチキンを開けます。で炊飯器の中にシーチキンを全部入れます。白米を2合入れます。お水を2合の目盛りまで入れます。で中をシーチキンと混ざるように混ぜます。で上に塩昆布を散らすように置きます。この状態で蓋をしてセットします。出来上がりました。シーチキンのご飯、シーチキンと塩昆布と白米とお水まあ、主になるのはシーチキンと塩昆布です。さあ、お味はどうかな。いただきます。どう、美味しい？なんか塩昆布とシーチキンだけなんですけど、味はしっかりついてます。なんか磯の香りがする。調味料は全く入れてないですけどね。今度は入れてないよね。うん、お醤油も入れてない。入れてないです。いや、これ美味しいじゃない。うん、簡単だし、美味しい、ね、意外と味がしっかり効いてる。しっかりありますね。お魚の味、お魚の味、新チキンの香りが結構するかな。シーチキンより塩昆布の方が効いてる感じがする。うん、でも大体塩昆布とシーチキンってお家に常備してるところと思うんで、何もおかずがない時に、何もない時にはこれいいかもしれんね、うん、とりあえず入れちゃいみたいな。とりあえず入れたらお味噌汁かなんかお野菜かなんか入れて、うん、そしたらもうランチでできるランチでできるっていうことはないけどね。立派な食事ですね、うん、普通のお休みの時なんかね、うん、それで作るといいんじゃないかなと思う。すごい美味しい、これびっくり。で、これがもしお祝い膳だったらお祝い膳だったら自分がないけど、会食とかね、会食でご飯を今、そうそう、会食ができないからね。またね、コロナが蔓延してるというか、ちょっと増えてきましたね、ひどくなってるからね。で、飲食を伴う接待業の方がなんかすごく困ってらっしゃるということなので、じゃん、こんなの作ってみました。これなんだかわかります？マスクよ、マスク普通はこっちでしょ、マスク。これね、普通はこのマスクをすると、これマスクで食事はできません。ここにね、チャック、ファスナーかなんかがあればいいけど、そういうものもなんか作ってみようかなとは思ったんだけど、なかなかできなかったので、こんな洒落てるものを作ってみました。さあ、これでね、食事ができるのかな。こうやって耳にかけるでしょ。そして後ろを結ぶでしょ。で、そして、ここがなんと開くんです、ほら。だから、ご飯食べるときどうやって食べるんだろう。ここ引っ掛ける？こう。こう引っ掛けるか。ご飯だけ先に持って。まあ、お上品な方はこうご飯を持ってとか、スプーンでこうご飯を持ってこうやって入れる。あ、いい感じ。あ、いい感じ、食べれるじゃん。なんかちょっとね、レースがついてるから、ね、パーティーにもいいと思いますよ。結婚式のお嫁さん、うん、お嫁さんというか、そうですね、うん、にもいいかもしれない。せっかく華やかにしたのに、そうそう、まあ、さっきもこれ作った時にやってみたけど、飲食を伴うだから、まあ、こういうのでもいいし、ワインとかおしゃれに飲む時におしゃれな、ちょっとこれワインと思ってください。で、ワインとか飲む時にワインをストローで飲まんよね。あ、でも飲む国もあるらしいです。ストローでワインを飲む、うん、ちょっと酔いが早く回るから、こういう感じ酔いが早く回るからうん、あー、バッチリね、うん、お上品に飲めるんじゃないですか。ちょっとね、品がいい感じで華やかにね、うん、これちょっと今日はあり合わせのっていうか歯切れっていうか歯切れよね、うん、で使
作ってみたんですけど、お家にあるキレでもいいし、お顔に合わせてこう作ることもできるし、本当にご飯とかもこうねちょっと開けてお上品にスプーンかなんかでねやったらいいと思う。スプーンでもフォークでもいいし、こんなご飯もしっかりとここを開けて食べることができるし、喋りもあのここ塞がれてないから、ここねここ塞がれてないからそんなに苦しくない、思ったほど苦しくない。今思ったんですけど、ちょっとレースとかでないやつに変えれば、うん、マラソンの時とかジョギングの時もいいんじゃないですか。マラソン、これでマラソンしとったらちょっとなんかちょっとキレを変えてね、キレをなんかちょっとあのスポーティーな感じのもの、何あのほら熱いあのユニクロのエアリズム、前のでしたらいいんじゃないこれね。そうすれば、あの途中水分補給もさっと、水分補給もさっとできるし、で、あのここが困らないから、ここね困らないの、ほらこの辺困らない、すごくいいんじゃないですか。素材を変えればいろんなバージョンで作れると思います。本当、このマスクの作り方は今日の朝、あの今動画で編集しているの、今日の朝動画で編集してるんですけど、今日の朝作って今から動画編集をするので、このご飯の前にアップできると思いますので、ここの説明欄の下にリンクを貼っておきますので、このマスクの作り方もぜひ見られてください。こんな感じです。今日はねマスクの宣伝じゃないんですけどね、こんな感じでお食事もできるっていうのをちょっとやってみたかっただけです。で本題はこちらですねシーチキンと塩昆布で炊飯器で簡単にご飯が炊けるという動画ですはい、いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。